9月13日、夕の御言葉。この人は、罪人たちを受け入れて、食事まで一緒にする。ルカの福音書、15章2節この事実に現れている謙遜を見よ。他のすべての人々の上に抜きんでて、正にして、悪も汚れもなく、罪人とは区別されている方が、 罪人たちを迎えてくださるのである。永遠の神であり、その見舞いに天使でさえも顔を覆うこの方が。このように素晴らしい愛の謙遜を語るには天使の舌が必要である。失われていくものを私たちが進んで尋ねるのは驚くほどのことではない。なぜなら彼ら失われていくものは私たちと同類だからである。しかし、 神に対して在家が犯されたのに、その神、恐るべきお方が下辺の姿を取られ、多くの人々の罪を担い、進んで極悪人を迎えられたこと。これは実に共嘆すべきことである。主が罪人たちを受け入れられたのは、彼らがいつまでも罪人でとどまっているためではなかった。彼らの罪を許し、義とし、 御言葉によって彼らの心を清め、聖霊の内従によって彼らの魂を守り、主に仕えさせ、賛美させ、主との交わりに入らせるためである。主はご自身の心の愛の中に罪人を迎え入れ、吐き溜めの中から彼らを取り出し、彼らを王冠の宝石として用いられる。ゼカリア書九章十六節。 彼らを萌え木のように火の中から取り出し、主の哀れみの貴重な記念とされる。イエスにとってご自身がそのために命を捨てられた罪人ほど貴重なものはない。イエスが罪人を迎えられるとき、古外で迎えるとか、物を買う人に哀れみを施すように、家の片隅で迎えるとかされるのではない。 主の心の黄金の扉を開いて、罪人をまさしく主の中に受け入れてくださる。癒し、悔い改めた罪人を主はご自身につながるものとし、主のお体の主体とし、その肉、その骨とされる。このような歓迎はかつてなかった。しかし、この事実は今夜もまた確かである。主はなお、罪人を迎え入れてくださる。 どうか、罪人たちが、主を迎え入れますように。